今 LINE は井出沢、新、増田のトロイカ経営体制になっている。負け続けた男、一度撤退した外国企業、そしてライブドアの残党。国民的コミュニケーションツール誕生の裏には敗者復活の物語があったということか。夢破れたライブドアがですね、国民的なアプリを作っていく、あの時から考えると本当全く夢のような展開だと思うんですけど、どう感じられますか？そうですね、まあ、非常になんですか、すごく巡り合わせの不思議さみたいなのは感じざるを得ないというか、まあ誰も想像してなかったことですし、で取り立ててこうすごくピカピカなチームたちでやってきたことでもなくて、やっぱりみんなそれなりに失敗を経験していて、で、まあ、かなり苦しい思いをしてきているチームたちでやったことですし、なので非常に不思議な感じがしますし、あとはそのタイミングとかその世の中の流れの重要さっていうのも非常に感じますし、もう一回再現性があるかと言われると、いろんな状況が重ならないとこういったことは起こらないので、そこに居合わせて幸運さみたいなことも思いますし、だしですし、さらに言うとそれがあるからこそ、まあ、今の、まあ、苦しさもあって、で苦しさというのはまあ、日本全体の苦しさとも相似形になってくるかもしれませんけれども、これからどうやってさらに成長していくんだ、本質的な価値をユーザーに提供していくんだということで言うと、グローバル観点というのは非常に大きな競争になってきますし、そういう意味で価値を提供していかなきゃいけないという悩みを持つようになっているということで言うと、まだ現在進行形でチャレンジしているのか、苦しんでいるのか、楽しんでいるのかわからないんですけど、という状況なので、まあ非常に不思議だし、でも現在進行形であるというところですね。パラビオリジナルドラマ、ネット攻防機。